シンクレア PC200。 ゲーグラファーンにとっては神格化されたパソコンである ZX スペクトラムを送り出したシンクレアの名を冠した最後のパソコンである。栄光のシンクレアブランド最後のパソコンがどのようなものだったのか見ていくことにしよう。シンクレア PC200 は1988年にイギリスで発売されたホビーパソコンである。 CPU にインテルの 16bit 8086 8MHz、 メモリは 512KB、 ビデオラムに 64KB、 グラフィックモードは 320×200 と 640×200、そして拡張スロットとして 8bit イサスロットを2つ搭載している。 OS は MS-DOS。 まあぶっちゃけた話 IBM PC 互換機である。本来バリバリのビジネス機であるはずの IBM PC をホビー用途に転用したモデルで、さまざまな部分を簡略化。元ネタはすでにシンクレアの PC 部門を買収していたアームストラッド社のラップトップパソコン PPC512 で、それをデスクトップ向けに転用したもの。ちなみに市場的ライバルとなるのがアタリ社のホビーパソコンアタリ 520ST なのだが、ケースに関してはアタリ520のものを流用していたりする。そのホビーパソコン前としたスタイルながら、イサスロットを2つ搭載しており拡張性に優れていると思わせるが、実際イサスロットに何かを挿そうとする場合、その筐体デザインから完全に分解しなければならず、このパソコンを拡張して楽しむ人など皆無であった。しかもイサスロットに何かを挿すとケースが閉まらなくなるため、基板むき出しで使用することを強いられる。ディスプレイへの出力もえらく簡略化されており、1988年はすでに EGA や VGA が登場しているにもかかわらず、 IBM が1981年に発売した IBM PC 初のグラフィックボード CGA を採用。コンポジット出力でテレビと接続する。そのため 640×200 モードでテレビに出力すると画面がにじみまくり、使えたものではなかった。この PC200 用に作られた周辺機器はマウスとジョイスティックの2つのみ。何から何まで中途半端な存在であった。この PC200 はアムストラッドとして本来目指すところであったあたり、 ST やコモドールのアミガと同じ土俵で戦うために作られたパソコンで、あのシンクレアの黒歴史である QL の後継機であった。アミガや ST が出た市場は本来シンクレアが QL で開拓し、最初の本格的 16bit ホビーパソコンとして市場を牛耳るわけであったが、あまりにも出来が悪く大失敗。その穴埋めで登場した PC200 もアミガ、コモドールにケチョンケチョンにされて、
結局、この市場でアムストラッドは何もできずに撤退を余儀なくされることになる。さて、この PC200 をゲームマシーンとして見た場合、決して悪いものではない。何しろ、Apple II と双璧をなすソフト供給量を誇る IBM PC 用の豊富な資源を一応そのまま利用できるためである。ゲームなども数えきれないほど存在しており、ゲーム機としては十分であった。しかし問題はグラフィックボードであり、すでに EGC、または VGA で表示させることを前提としたソフトが数多く登場している中、CGA しか積んでいない PC200 では、そのグラフィックを完全な状態で表示させることができない。また積んでいる CPU が初期 IBM PC と同じ8086というのも問題であった。すでに80286や80386を搭載した IBM PC が稼働していた時代である。処理能力がついていけず、遅くてゲームにならないソフトも多かった。これだけひどい要素しかないのに最大のライバル、アタリ 520ST と全く同じ販売価格では売れるわけがない。しかもデザインも丸パクリ。PC200 はたった3ヶ月間だけ海外のパソコン雑誌などに広告が打たれただけで市場から撤退。結果的に、シンクレアブランドのパソコンでは、史上最低の売り上げを記録することになる。ZX スペクトラムで欧州市場を謳歌したエコーのシンクレアブランドは最悪の形で消滅。これ以降はアムストラッドブランドに統一され、ビジネス用途の IBM PC 互換機を作りまくることになる。もしも PC200 が最低でも、80286を搭載し、EGA、もしくは VGA を搭載していれば、このような事態にはならなかったのではないかと思われる。あまりにも低コストのパソコンを作ることに固執しすぎて、結局何もできないようなただの箱になってしまったのは残念でならない。マルチメディア機能に優れたアタリやコモドールに力負けする可能性は大きいが、ライバルが足元にも及ばない豊富なソフトウェアを武器に良い戦いができたのではないだろうか。